麻布台シリーズの金子ゆうきです。今回ご紹介しますのはたった3つのポイントで、あなたの人生で一番美味しいシャッキシャキの肉野菜炒めのレシピをご紹介します。では、材料紹介させていただきます。今回使用するのはもうほんとシンプルな肉野菜炒めの材料です。豚バラ肉に、人参、玉ねぎ、もやし、キャベツ、お好みで大丈夫です。で、今回このオーソドックスな食材を使ってやっていきたいと思います。早速なんですけどポイント1です。食材の切り方を工夫することによって火の通りを均一にする。そうするとこの最後のこの野菜のシャキシャキとした食感というのが生まれてきます。玉ねぎはくし切りにしていきます。で、このままこうやって切ってもいいんですけど、ちょっと切りづらいなっていう時はこうやって分けていただいてですね。そうすると切りやすいです。続いて人参です。皮むいてもらって細切りにしていきます。で、なぜ細切りにするのかというと、人参って結構、生でも食べれるんですが、やはり少し硬い、火が通りやすくするために細切りにしていきます。こんな感じで切って、これを細切りですね。高さがあると切りづらいので、さっきこのスライスしたのを2枚とか3枚ぐらい合わせて切っていくと、このような感じで。キャベツです。約8分の1玉分ですね、今回使用してます。で、硬い芯のとこ切っちゃって大丈夫です。で、キャベツは包丁で切ってもいいんですけど、手で食べやすい大きさ、これぐらいにちぎってあげると、包丁で切るよりも味がしっかりと乗りやすくなります。なので手でちぎることをお勧めします。太いこの芯の部分も、ここは包丁でスライスしていただくと美味しく食べれますので、ここも余すことなく使います。で、野菜の切り方はこちらで以上です。で、続いてお肉、こちらも、食べやすい大きさにカットしていきます。これぐらいの長さだったら4等分ぐらいですかね。はい、もやしに関しては一度、電子レンジで約1分ほどですね、ラップをして加熱をしてます。で、もやしってどうしてもこう火が入りやすい、かつ水分が出やすい食材なので、電子レンジでやるのが一番いいと思います。失敗もなく簡単にできるので、はい、おすすめしてます。今回の、レシピの詳細はクラシルアプリでご確認ください。では続きまして2つ目のポイントです。今回味の決め手となる調味料なんですけど、ヒントンと言います。合わせ調味料みたいなものなんですけど、これが結構その万能で、僕はもう魔法の調味料と呼んでるぐらいなんですが、それを今回特別に皆さんに教えて差し上げたいと思います。材料なんですけれども、お水ですね。それにお塩、チキンパウダー、そして白醤油です。で、よく混ぜます。実は材料これだけです、はい。で、こちらを一度沸かしていきます、はい。で、このヒントンっていうのが何かっていう話なんですけど、基本的にはその塩味の炒め物とか、例えばうちのお店で出してるのとかっていうと、結構夏の季節に冷たいカッペリーニとか出してるんですよ、中華なのに。この味付けの部分でこのヒントンを使っていたり、で、今で言うと冷製のビーフンとか使ってるんですが、そちらにもこのヒントンを使ってる。結構万能です。本当に塩味のものだったら、もう和洋中関係なく使っていただける魔法の調味料です、はい。一回沸かしたら、これで完成です。一度沸かしたんですけど、理由はいくつかあって、まずはその調味料をこう合わせやすくするため、塩とかチキンパウダーとか溶かすために温めるっていうのと、あと殺菌っていう意味もこの兼ねて一度煮沸させてます。で、これをこの状態で冷まして置いておくと、で、いろんなお料理にアレンジしていただけるっていうような感じです。今回肉野菜炒めに使うこのヒントンは、ヒントン 30cc に対してオイスターソース 5g 合わせていきます。オイスターソースを入れる理由はありますか？そうですね、やっぱり肉野菜炒めっていう部分で、町中華の定番みたいなところじゃないですか。よりオイスターソースが入るとその味に近づけるっていうところ
あとは本当こういう、こういったようにこのヒントをベースに何かをこう合わせることによってお料理の幅が広がるっていう万能な調味料です。では早速炒めていきたいと思います。まずフライパンに火をつけていただいて油です。でフライパンにですね油をよくなじませていただいたら、まずは豚バラ肉から炒めていきます。火加減のお話をすると、基本中火で大丈夫です。最初から最後まで中火、まあ、最後だけちょっと強火にしたりはするんですけど、強火でこうバーってこう煽るようなイメージがあると思うんですけど、まあ、家庭でご家庭で作るときって火が強すぎてしまうと食材に火が入る前に周りが焦げてしまったりとかっていうようなことが起こるので、このフライパン内の温度を一定に保つっていうことが結構重要なことになってきます。で豚肉がですね少し色が変わりましたら玉ねぎです。で玉ねぎに関してはしっかりと火を通してあげた方が玉ねぎの甘みが感じられるので、ちょっとこの豚肉と一緒にこう炒めていきますね。で玉ねぎが少しですねしんなりしてきましたら、次は人参です。で人参は、今回細切りにしてますので、まあ、比較的火が入りやすいので玉ねぎを入れた後に順番的にはですね入れます。でここで次の食材に行きたいとこなんですが、一旦ここで開けます。でこれが最後のポイント3つ目です、はい、その食材に適した火の入れ方をしていく。そうすることによって、最終的にシャキシャキの肉野菜炒めに仕上がるということです。で一旦ここ開けましたら、次は手でちぎったキャベツです。実際これこの今キャベツ入れた状態見てもらうと分かりやすいんですが、さっきの材料がこのキャベツ入ってたら結構このフライパンの中パンパンになっちゃうんですよね。でそうすると混ぜるのも大変だし炒めるのも大変なんです。まあキャベツだけに火を通したいんですけど、それができないと時間がやっぱかかってしまう。で時間がかかってしまうと水分が出てしまう。それによって食感が悪くなるっていうところです。なのでこうして食材を分けて火入れをするっていうところがシャキシャキに仕上がる一番大事なポイントかもしれないですね。でキャベツにある程度火が油が少し回りましたら、先ほど電子レンジで加熱したもやしです。でもやし電子レンジで加熱すると少し水分出てくるんですが、その水分も利用してキャベツに火を入れていく。で僕今まで一回も鍋こう煽ってないんですけど、煽る必要ないと思います。家庭でやるときは特にそうですね。実際鍋こうやって煽っちゃうと温度下がっちゃうんですよ。でそうするとさっきと同じようにどうしても時間がかかってしまう。それによって水分がやっぱり出てきてしまうし、べちゃっとした仕上がりになっちゃう。なので中火で鍋は振らずに炒めてあげてください。でここまで来ましたら開けます。そしたら先ほど合わせたヒントン鍋に入れます。でここで一度こうブクブクっとなるように一回こう沸かしてください。そうすると香りがより引き立ちます。そしてお野菜で、このソースを入れたら軽く煽ってください。これは全体にこの味をなじませるために軽くですね、少し水溶き片栗粉でこのソースを逃さないようにしっかりと少しだけとろみをつけます。まあとろみをつけるというか、こう水っぽくならないように水溶き片栗粉で少し止める感じですかね。ごま油です。胡椒忘れてました。胡椒します。はい、たら完成です。それでは、肉野菜炒めの完成です。では実際食べていきたいと思います。シャキシャキです。やっぱりこのヒントンがいい仕事してます。今回オイスターソース入れたんですけど、お好みで醤油の味が欲しい方は醤油足してもいいし、あとなんかこうブラックペッパーでちょっとピリッとした感じに仕上げてもいいし、
ぜひいろんなアレンジをして皆さん楽しんでいただきたいと思います。で今回こちらにもですねペアリングちょっと用意してみました。肉野菜炒めに合わせるペアリングはフィッシュフック、南アフリカの、シュナンブラ、こちらをチョイスしました。でこのワインなんですけど僕めちゃくちゃリピートしてます。その家で飲むワインとしてもうすごく優秀な、もうコストパフォーマンスのとてもいいワインです。で味わいなんですけど酸味ですね、結構強いブドウなのでもうすっきりとしたあっさり飲めるワインです。で僕が好きな飲み方はもう夏とか暑い日にもうキンキンに冷やしてもう飲むのが一番最高ですね、はい、では合わせてみたいと思います。おいしい。豚肉の油とか、まあ、炒めた時の油とかっていうちょっとオイリーな感じもすっきり流してくれる。少しこの野菜のグリーンなテイストっていうんですか、そういうお野菜にもこの酸味、あの果実味っていうのがマッチしてて最高です。ぜひ皆さんも試してみてください。シリーズはですね麻布台に本店がありまして、今年の4月にまた2店舗目、押上の空町の31階にシリーズザ・スカイという店舗をオープンしまして、今2店舗やらせていただいております。コンセプトとしては少量多品、全26品からなる小さなお料理がたくさん楽しめるようなコース料理をご提供しております。コースの内容としてはベースとなる中華のお料理に、まあ、僕が今まで経験してきた、まあ、シンガポール、インドネシアなどアジア各国のスパイスを随所に織り交ぜた、お料理をご提供させていただいております。麻布台の方はですね、本店の方はテーブル席メインでカウンターの席があったりですとか、まあ、土日祝日ランチもやったりしてます。新しくできた空町に関しては、まあ、毎日ランチ営業もしてますし、ランチとディナーの間にアフタヌーンティーセットもご用意してます。で席数も結構広めに個室とかもご用意しているので使い分けしていただけると幸いです。ぜひ皆様のお越しをお待ちしております。